これより神聖預言官による審問を開始する。控えられよ。あ、アルビース、なぜ君がここに。なるほど、それが君たちの目的か。メリアは大丈夫。僕たちよそ者をここに入れたことで彼女に迷惑がかかってるんじゃ。それはないな、絶対。そもそも君たちが拘束された理由はよそ者だからじゃない。まさか。そう、君のモナドだ。ハイエンターという種族はね、モナドとの関わりが深いんだよ。はるか昔からね。さてと、君たちが怪しいものではないことはこの僕が証明しよう。何より殿下を助け、テレシアを倒してくれたんだからね。彼らを自由に、彼らのコートでの行動は僕が責任を持つ。大切な客人として扱ってくれ。はっ。本当はコートを案内してあげたいところだけど、僕はこれから陛下に報告に行かなくちゃならない。この部屋は自由に使ってくれていい。コート見物するもよし、ゆっくり休むもよし。じゃ。待って、アルビース、まだ聞きたいことが。焦らない。君の聞きたいことは大体想像がついてる。ま、そのうち必ず。さてっと、コート見物にでも行ってみるか。そうね、ここにいても退屈だわ。うん。リキ、メリアちゃんを探してくるもん。待って、リキ。予言官殿。何事だもん。アルビスならここにはいないぜ。ん？一体どこにおられるのだ。どうしたんですか。エルト海で転送装置の修復をしていた小隊から救援要請が入ったのですが、その一報を最後に通信が途絶えてしまい、足取りが全くつかめないのです。そいつは一大事だな。シュルク、助けに行くもん。困った時はお互い様だもん。は、そうだね。僕たちも協力しますよ。しかし、あなた方は。心配いらないもん。ここは勇者リキに任せるもん。果たしてない。どうかよろしくお願いします。